さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント、本日は準決勝の様子をご覧いただきたいと思います。決勝に駒を進めるのは一体誰なのか、デュエルスタンバイ。さあ準決勝第1試合、相棒 VS もう一人の僕、対戦スタートです。このデュエルで俺の運命が決まる。勝負だ相棒。君に勝つこと、それが僕の使命。デュエル、僕のターン来て。モンスターを攻撃表示で召喚。さあまずは相棒のターン。相棒は磁石の選手ですね。フィールド魔法発動。さあガンマを召喚して、手札にはマグネットウォーリアはいないと。カードを引くぜ。さあもう一人の僕、強いですよこれ。永続魔法発動。反動は非常に強い。さあデッキ突破。いいですねいいですねいいですね。さあ何を持ってくるか、ここちょっと難しいですけれども、いきなりカーテンしても良さそうですね。いきなりカーテンで1枚除外と言っても良さそうな気配。さあやっていくか。あ、やってきますね。手札から魔法発動。さあ黒魔術のカーテン、ライフポイントを半分払い、デッキよりブラックマジシャン1体を特殊召喚できる。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。さあいきなり高校初手からブラックマジシャンも展開していきます。これができるのが黒魔術のカーテンの強いところ。これによって黒の魔導銃の効果が反応し、相手のカードを1枚選択し除外することができます。永続魔法発動。さあ黒の魔導銃の効果、さあここはマグネットフィールドをゲームから除外していく。カードをセット。さあカードを1枚セット。さあここは特にバトルをする必要はないという判断でしょうか。さあマグネットウォーリアー側、効果を使っていくことでしょうね、おそらくね。それを待っていたよ。そうですね、モンスター効果発動。さあエレクトロマグネットウォーリアー、ガンマーの効果ですね。自身をリリースしモンスターを特殊召喚。デッキよりマグネットウォーリアー1体を特殊召喚できる。さあデルタ、モンスター効果発動。さあデルタの効果、デッキよりマグネットウォーリアーモンスター1体を墓地の振る。そうはいかない。リバースカードオープン。さあ今のところ磁石の戦士側も結構理想的なムーブができているかなといったところですが、モンスター効果発動。さあ一気に一気にエレクトロマグネットウォーリアーが揃っていきますね。そこでモンスター効果。さあさらにベータの効果も発動していく。モンスターを特殊召喚。さあ一気にフィールドおよび墓地にエレクトロマグネットウォーリアーが増えました。僕のターンドロー。さあ相棒何を見せてくれるんでしょうか。一応アルファはサーチしてきてましたので、アルファを召喚しマグネットベルセリオンサーチということはできそうですが、モンスターを攻撃表示。さあモンスターを攻撃表示で召喚。モンスター効果発動。さあここでアルファの効果、デッキよりレベル8のマグネットウォーリアモンスター1体を手札に加えることができる。さあここでただし一応今ベータガンマアルファ揃ってますが、墓地に全部いってる感はありますね。手札にアルファベータガンマはあるのかどうか。さあフィールドマグネットフィールドを2枚目を発動していく。さあどうするでしょうか。マグネットベルセリオンも着地させていきますね。モンスターを特殊召喚。さあ来た。ただし墓地コストが今のところありませんね。今のところ墓地コストなし。バトルだ。さあバトルフェーズ行くよ。モンスターで攻撃する。さああとは注目すべきポイントはどこでこのマジシャンズナビゲートを発動していくのか。発動イコール除外というところもありますので、さあもう一人の僕迷っておりますね。相棒の圧倒的展開力にちょっと迷っておりますが、それは読んでいたぜ。リバースカードだ。トラップ発動。さあマジシャンズナビゲートの効果発動。手札でブラックマジシャンを特殊召喚し、デッキより闇属性魔法使いとかモンスターを特殊召喚できる。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。さあ来ました、風間俊介さんの最強の切り札モンスター、ブラックマジシャン。モンスター2回も召喚ムービーを見せてくれております。視聴者に優しい。さあここはデッキよりマジシャンもブラックイリュージョンでしょうかね。ここね、よし、モンスターを特殊召喚。さあマジシャンブラックイリュージョンを特殊召喚し、今日の魔導陣の効果発動。永続魔法発動。さあここで
マーガレット・ベルセリオもゲームから除外していきます。さあこれは非常に強力な盤面。ただしこれもしかしたらですね、闇影選手マグネットフィールドがありますんで攻撃表示でよかったかもしれませんね。特殊召喚するのは、おっとこれ主人公のくせにプレミか。モンスターで攻撃。さあマグネットオリアデルタで攻撃し、マグネットフィールドの効果発動でしょうかね。発動。さあマグネットフィールド効果によってブラックマッチが手札に戻されてしまうと。俺のターン。さあ俺はこのカードにかける。何を引いてくるでしょうか。ディスティニードローで、ここはいくつも選択肢がありますが、ここは闇遊戯選手見せてほしいところではあります。やはりティマイオスのマルコ、やはりここはティマイオスのマルコを引いてくると。このカードを信じるぜドロー。俺はティマイオスのマナコを発動。きた、ティマイオスのマナコ、フィールドのブラックマジシャンを墓地に置くことによってデッキよりブラックマジシャンを融合スライドする融合モンスター一体を特殊召喚できます。モンスターを融合召喚。ここで特殊召喚されるのは超魔導騎士ブラックキャバルリー。モンスター効果発動。さあマジシャンブラック友情の効果、魔法カードが発動したため墓地のブラックマジシャンを一体特殊召喚できます。これが俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。さあ来た、ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合黒の魔導陣の効果、相手のカードを1枚除外していきます。さあマグネットフィールドが除外された。さあ攻撃表示に変更し、ここで手札から永続魔法発動。さあ黒の魔導陣の効果発動。まだまだターンは終わりません。さあこれはデッキトップが強かった。デッキトップが非常に強い。魔法カードサウザンドナイフ、相手のフィールド上のモンスター一体を選択し破壊していきます。これは非常に強力。バトルフェーズいかない。おっとこれは最上級魔術師から魔力を譲り受けたたった一人の弟子、来いブラックマッシャンガール。なんという盤面だ、なんという盤面。頼むぞモンスターで攻撃。さあスパイラルシェイダーモンキが決まっていく。そして残りライフポイントは1600。諦めるわけにはいかない。これで決める。いけブラックマジシャン、ブラックマジック。ものすごい展開力だ。これは素晴らしい盤面といったところ。僕の負けだ。お前の思い伝わったぜ。いいデュエルだった。もう一人の僕、決勝進出。さあ準決勝第2試合の様子をお届けしてまいります。裏サイバー流の切れ味とくと味わうがいい。鉄砲玉のクロウ様の参上だぜ。デュエル俺のターン。さあこれはちょっとハンド強くないですかね。サイバードラゴンコアの効果発動。さあこれで持ってくるのはもちろんサイバードラゴンフィアの効果も発動。さあこれでフィールド上にはサイバードラゴンが2体いるのと同義ですね。モンスターを特殊召喚。さあこれでサイバーロードフュージョンを持ってくると、さあこれはなかなか強力な盤面。カードを伏せる、カードをセット、ターンを終了する。さあこれでサイバードラゴンが現状今2体いますので、相手のカードを2枚破壊すると、選んで破壊するということができます。さあ黒い旋風発動。さあここは一旦マッチでしょうかね。ヘルカイザー両選手、毒風のシムーンの効果発動。これは強力だ、これは強力だ、非常に強力。相手も強力。大丈夫かヘルカイザー。来いブラックフェザー毒風のシムーン。永続魔法黒い旋風、永続魔法黒い旋風。さあここでどうするかヘルカイザー両選手、ここでサイバレティックオーバーフローを発動していくということなんでしょうか。さあ考えておりますヘルカイザー選手。このままほっとくと高校ワンキルは見えますね。この瞬間リバースカードオープン、トラップ発動。さあここでサイバレティックオーバーフローの効果を発動。自身のフィールド及び手札もしくは墓地から
サイバードラゴンをゲームから除外し、除外した数だけ相手のカードを選んで破壊することができます。さあ、ここで破壊するのは黒い旋風と、黒い旋風と黒い旋風、これは強い。これはサーチができなかった。クロー選手、これはサーチすることを許されません。さあ、どうするんでしょうか。手札2までシンクロはできるのか。これだ、この肌を、肉を貫く衝撃が文字通り決闘なのだと教えてくれる。さあ、クロー選手どうするんでしょうか。カード1枚セット。さあ、ここはぶん殴るのかぶん殴らないのか、まあ、スキルがありますね。ぶん殴らない方が基本的にはいいんですけども、さあどうするんでしょうか。クロー選手、あの手札は1枚何なのか。ブラックバードクローズだったら握ってることなんでしょうか。さあ、ターンを使用していく。この瞬間、リバースカード、速攻魔法発動。さあ、サイバーロードフュージョンの効果、除外されているサイバードラゴンモンスターをデッキに戻すことによって、サイバードラゴンモンスターを融合素材とする融合モンスターを融合召喚できます。いでよ、キメラテックランページドラゴン。さあ、来た、キメラテックランページドラゴン融合召喚成功値効果。キメラテックランページドラゴンの効果発動。融合素材としたモンスターの数だけ相手の魔法トラップカードを破壊できます。さあ、これは決まってしまうのか。なんという、なんという鬼畜な破壊力。さあ、サイバードラゴンコアを召喚していきます。サイバードラゴンコア、サイバードラゴンコアの効果発動。さあ、サイバードラゴンコアの効果によってサイバーティックまたはサイバー魔法トラップカードを手札に加えることができます。さあ、ここでさらにサイバーティックオーバーフローを手札に加えていく。テックランページドラゴンの効果発動。さあ、光属性、機械属モンスターをデッキより墓地に送ることができます。さあ、これでまたサイバルティックオーバーフローのコストを確保できた。速攻魔法、サイバルティックフュージョンサポート発動。さあ、ライフポイントを半分支払い、プロトサイバードラゴンをフィールドに出したいと、そういうことでしょう。これが裏サイバー流だ。さあ、これはゲームエンドか。バトルだ、キミラテックランページドラゴンの攻撃。さあ、これは厳しい。やれじゃねえか。やれ、モンスターでダイレクトアタック。キメラテックランページドラゴンで2連打、2連打。まだ攻撃回数は残っています。その首もらった。キメラテックランページドラゴンの攻撃、3連打。これは厳しい。なんという殺意。俺がどんなに傷つこうと、仲間がいる限り絆が断ち切られることはありえねえ。鬼にならねば見えぬ地平がある。敗者の貴様には分かるまい。ということで、決勝は闇遊戯対ヘルカイザー。